アワローグラフその男危険だ。今のうちを積んでおかねば。行くぜベルボー。ブラックベルボーと一緒に編み出したあの技、スーパーミルクタイムだ。ミルクタイムだと。やれやれ、オガのやつとんでもねえ技編み出しやがって。まさか俺が止めるだけでこんなになっちまうとは。だがな、そいつを使っていいのは一度だけだぞ、オガ。まだか？まだだ！人肌になるまで冷まさねえと！やけどしたらどうすんだ！相手のペースに飲まれるな、グラフェル。貴様の悪い癖だ。けどよ、ナガ！悪いな。そろそろいい感じだ。オガ、なんだかんだで親らしくなってきたな、マジで。手をお前が飲むのかよ。まずベルボー君、ダメだ、もうこれ以上は。吐く吐くから勘弁してください。何なの一体これは。まさか。魔力の絶対量が上がっていく。まさか無理やりリミッターを外しているのか。俺がたっぷり吐かせてやるぜ。ダメだ。おが？戦い方だ。むちゃくちゃで奔放、まるで子供のような。今の大金ベルゼブッチャそのもの。強いなんてもんじゃない。ベルボーそのものってどういうことですか、ヒルダさん。おそらくあのミルクボッチャマとオガの境界を曖昧にしているのだ。境界？今まで何度かシンクロしたことは、これはその日ではない。今のオガは無尽蔵にあふれるボッチャマの力をほぼそのまま引き出せる。まさに魔王の大晩餐、スーパーミルクタイム。だがこれは持って5分、それ以上使えばお前は人間に戻れなくなるどころか肉体が崩壊する。くれぐれも連用はするな。おい、聞いてんのか？ええ、ええ。面白い。え？水陣ダクダク。邪竜者！まだ上がるのか。いかん、オガ、それ以上は。デブ、あれは王の翼。まさか融合しているのか。
の魔力、間違いない。あれはもう人間の姿を借りたベルゼだ。ベルボー、うん、完全にボッチャマになっておるな。なんかやだ。にょっ。ああ、ダメだ。ダメ、ズボンを脱ごうとしておられる。いけません、ボッチャマ。やめて。なんという丸出しへのこだわり。待てだ、人間。ナイス、エラの人。うむ、まだ生きてたのね。オーノー。とどめを刺せなかったのは間違いだったな、人間。今だやれ、ナガ。人間の体さえ壊せばベルゼ様は戻れるはずだ。よくやった、二人とも。これで最後だ。グラフェル、てめえも死ぬぞ。こいつをやれるならそれも本望。こいつだ。逃げろ、巻き込まれるぞ。来た、来たぞサティラ。ついにキングビンボーを引き剥がしてくれたわ。ここから世がドーンと。大丈夫ですか、坊ちゃま。あいつら、なんちゅう無茶な戦いを。ダメじゃー、世のゲームの邪魔をしてくれたのは。せっかくキング貧乏が離れてここから。力を使い果たして元に戻ったか。ベルボーは人間を滅ぼしたりしねえよ。俺が親だからだ。ったく、オガの野郎、無茶なことしやがって。ちょっと重いんですけど。あ、うわ、違う違う、マジで違う。いいから早く追いなさいよ。古い地とか言ったの、世の嫁を。え、全面戦争じゃ。貴様だけは必ず世の手でぶち殺す。誤解っすよ、誤解。やめてくださいよ、変な想像。そうよ、古い地は瓦礫から私をかばってくれただけなんだから。血を作ったなんて思わないことね、フィルダ。よいか、古い地、近いうちに必ず全軍率いてくるからの。それまでラミアを預かっててもらうぜ。よ、今かっこいい。参りましょう、エオン様。おいおい、全員飛んだぞ。どこにもいないっすよ。な、バカな。やれやれ、ひとまずこれで一件落着というところか。どこら辺が一件落着なんすか。俺、全軍率いて殺しに来るとか言われたんすけど。お金でしょ普通。なんで俺。ねえ、なんで。かわいそうな高雪。なんで呼び捨て。どさくさに紛れて距離詰めてんじゃんねえ。
いやー、なんとか勝ったな。それにしてもすげー技だぜ、スーパーミルクタイム。しかし次回はその影響でベルボーと俺の心と体が入れ替わって大変なことに。っていうか、ちょっと待て、なんだこの予告の画面、いつものベルゼバブと違うぞ。あぶ、もっと忘れてた。次回はベルゼバブお正月スペシャル、ベルベル最勇気だ。あ、ベルベル最勇気、ま、隠しゲー大会みたいなもんだ。